どうしたよ、タケ。うちのばあちゃんが足をやっちまってよ。手伝うわけか？いや、なんか人を雇うから最初だけサポートしてやれって。へえ、あの偏屈ばあさんが身内以外よね。で、今日も服とか持っていくんだけどよ。これ見ろよ、これ。大人の男のサイズだぜ。ってことは、雇うのって男か？どこで知り合ったんだか。変な奴なら恩出してやる。かっこいいね、タケト君。うっせえ。たく、一体どんな奴だ？いらっしゃい。お、大人サイズ！パネ。間の孫？間タケトだ。私はイルルだ。16歳ということにしている。ダメかよ。名前的に外国人か。ばあちゃんとはどこで？ここで会って働かせてくれって言って雇ってもらった。簡単に決めすぎだろ。怪しい。急にこんな駄菓子屋で働きたいなんて裏あるだろう。それで何しに来たんだ？ああ、うん。服をな。エプロンと白シャツ。着るやつか。よし。うわい！次女か！次女なのか！ああ、そうか。恥じらいか。そうだった。エッチ。恥じらいだから服めくんな！中で着替えろ、中で。あ、そういうことか。なんなんだよ。そういう文化のお国柄なのか？生きてーなあ、タケト。タケでいいぜ。どうした？服のボタンが止められない。そのままでいいだろう。じゃあ、これで。お前、スケベなんだな。は？何言ってんだ、お前。見てるし。見てねえよ。俺、こっちにいるからわからないことがあったら聞けよ。怪しさの方向性が違う。ばあちゃんはこんな謎の人物をよく雇う気になったな。下心あるやつより意味不明すぎて怖えよ。こいつこんなんで仕事できるのか？これください。毎度。あれちょうだい。これか？さあ。これは一つずつでいいのか？ああ、いいぞ。こいつ、真面目に働く気があったのか。いや、俺よりよっぽどか。ばあちゃんが任せた理由はこれか？なんでこんなにおっぱい大きいの？うわ、小学生の無垢なセクハラ剛速球、どうかわす。ここは火炎袋で、火を溜め込むために大きいんだ。そうなんだ。なんだそのよくわからんかわし方。やっぱり重い？肩凝る？持ってみるか？待て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 、おい変なことすんな。うっ、なんだ。大丈夫か、タケ？うわぁ、すまん。あ、そうだな、エッチめ。なんで反応遅れてんだ。バイバイ、さよなら、またね。子供がな、好きなんだ、子供と遊ぶのがさ。だけど仕事じゃ遊べないから、子供が楽しそうな場所にいたいって思った。店閉める時間だな。うん、少し遊ぶか。ベーゴマの回し方とか教えてやるよ。おお、あれか。教えて教えて、持ってくる。いいじゃんこいつ。こりゃばあちゃんも安心だな。タケ、お前気に入った。何？俺のセリフだぞ。小林の次くらい。誰だ小林。持ってきたぞ。よく見とけ。おお。